これもまた複合トリックで、さっきのフロントとは逆のバックサイド側で、まあ僕はこっちの方がやりやすいなと思うんですけど、ずっと最初入るときに説明を見てられる。で、マニュアルをしながら今度上半身を開いていくと、今度ランディングが見えるんで、まあすんなりとできる技です。まあこれも最初は180して、マニュアルあんましなくていいんで、ゆっくりと上半身回して、スイッチのフロントサイド180ってイメージでやっていくといいかな。まあしっかりと上半身を先に送り込んでいくっていう、その動作を覚えていけば楽になります。ウェイ。